ようこそ小林です。今回は XVS1300A ですね、ね、ストライカーのご紹介になりますんでよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ本当にあの人気色のストライカーが流行してきましたね。もう今いろんな色あるのは事実なんですけども、やっぱりね、その中でもやっぱりもうツヤ、半ツヤの顔面ですね、がやっぱ人気。まあ実際パッと見てもね、やっぱかっこよく見えるっていうのが事実あるかなと思うんですけど、やっぱりね、ブラックアウト化、まあ、されてるような、まあ、全体的にブラックアウトされてるモデルになるんですけども、やっぱこれがね、かっこいい、かっこいいの一言に尽きるんじゃないですかね。もうほんまそんな車両がですよ、入港してきました。そしてお得ポイントなんですけどもね、ETC ついたりとエンジンガードついてますのでね、もうその点もお得ポイントじゃないでしょうか。ご検討の方はぜひご検討くださいね。よろしくお願いします。ということでですね、こちらの車両販売車両になっておりますので、こちらの車両がいや、かっこいいと思った方はですね、ぜひこの動画の概要欄をご覧いただければですね、こちらの広告、車両の広告先、まあ、グーバイクかウェビクかどちらかで広告させておりますので、そちらの方からね、細かい写真など価格などをですね、ご覧になっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、まあまあ、ざっくりですね、全体的にね、細かいところを撮っていってもらって、またがったところ、エンジンかけたところも撮っていただきますので、長々になりますが、お付き合いください。よろしくお願いします。まずハンドル周りからね、説明させていただこうかなと思います。さあ、いかがでしょうかね。もうめちゃめちゃツヤツヤピカピカでしょね。基本的に気になるような大きいサビ等はなく綺麗です。はいね、スイッチ周りとかもですね、もちろんテカテカではないでしょうかね。基本的に綺麗ですよ。いかがですかね。よろしくお願いします。そして、走行距離なんですけども、こちらの走行距離が 19,183km となっております。まあ XVS1300 ですからね、1300あって 19,000km 全然走ってません。ご安心ください。よろしくお願いします。はい、ね、トップブリッジなんですけどね、この鍵の跡とかでね、若干擦れて、色が薄くなっているところがありますんで、その点ご了承いただき、ご了承ください。よろしくお願いします。はい、そして、ね、フロントフォーク周りになるんですけども、基本的にどうですか、点サビ等なく綺麗ですね。ね、気になるようなサビ等ございません。よろしくお願いいたします。はい、そしてフロントフェンダーもね、基本的にね、大きなへこみとかもなくですね、綺麗な状態です。よろしくお願いします。フロントのバウダーもどうですかね、綺麗です。はい、フロントホイールになるんですけども、まあ見ていただいた通りなんですけど、綺麗ですね。こんだけ綺麗なんであればですね、まあご安心していただけるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。そして、タイヤアームですね、十分山中で言うと大体なんですけども、まあ8分山ぐらいは残ってるかな。結構山高いのでね、まだまだ使用していただけるかなと思いますので、ご安心ください。そしてフロントブレーキパッドの残り山溝具合なんですけども、こちらも大体なんですけど、まあまあ7分8分山ほど残ってるんじゃないかなと思いますんでね、まあ、結構山高くてご安心いただけるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、メインのタンクになるんですけどもね、基本的に大きなへこみ等なく綺麗です。ね、基本的に気になるような大きな傷等はございませんでした。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ちょっとしたね、こういった小、まあ、傷になるんですかね、こういった傷は ありますんでね、その点をご理解いただければなと思います。はい、そしてタンクの中身の具合なんですけども、はい、こんな感じですね。まあ、見た目から、遠くから、あんま、がっつり見れるわけじゃないんですけども、基本的に気になるようなサビ等はございませんでした。よろしくお願いいたします。はい、そしてエンジン周りなんですけども、いかがですかね。ね、基本的にね、腐食とかでですね、まあフィンの間がですね、白く粉く吹いてるっていうような感じでもないのでですね、基本的に綺麗じゃないですかね。よろしくお願いいたします。はい、エンジンガードもついていたりとですね、本当にね、お得ポイントありますのでね、ぜひご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、基本的に綺麗ですよ。はい、そして、まあエンジンのカバーなんですけど、メッキのカバーにやってるんですけども、こちらね、若干熱でですね、若干この熱のメッキのコーティングがですね、若干浮いてるような形になっておりますんでね、どうしても綺麗ながいいっていうんであればですね、CPU も交換できますんでね、ご相談ください。よろしくお願いします。そして、マフラーになるんですけども、基本的にね、ガリ傷等なく綺麗でした。ただですね、まあ
バッグついてたんかな、なんかの後になるんかなと思うんですけども、こちらにね、ちょっと焼けた跡ありますんで、その点をあらかじめご理解いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして、メインのシートになるんですけども、こちらもね、基本的に大きな破れ等なく綺麗です。ね、本当にね、質感もよく残っているようなものになっておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そして、シート開けたところで言うと、こんな感じですね。はい、まあ基本的にシート開けるところも綺麗ですね。お足いただければなと思います。はい、ということですね、リア周りになるんですけどもね、リアホイール周りがですね、まあ、基本的にフロント同様なんですけども、めちゃくちゃ綺麗です。ね、ご安心いただければなと思います。よろしくお願いいたします。そして、リアのタイヤの残り山具合なんですけども、これ10部中でいうと、大体6部や7部山ほど残ってるかなと思いますので、こちらもね、まあ、ご安心いただけるんじゃないかなと思うほど残ってるかなと思います。そして、リアのブレーキパッド、残り山具合なんですけども、こちらも大体なんですけども、まあ、5分山、6分山ぐらい、半分ぐらい残ってるかなと思いますんで、ね、これもご安心いただけるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。はい、そしてね、テールカウルになるんですけども、基本的にね、大きな傷等なく綺麗ではあるんですけども、ここにね、1点だけ、へこみありましたんで、その点だけね、あらかじめご理解いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして反対回りにね、ご覧になっていただければなと思います。いかがですかね、どうぞね。基本的には綺麗でしょね。まあちょっとしたね、まあ多少の小傷等はまあまあ確かにあるんですけども、基本的には綺麗なのでね、もうご安心くださいというところになります。よろしくお願いします。そしてね、別体式のですね、ETC がこちらに装着されておりましてですね、はい、こちらですね、が装着していて、まあ、こちらにね、基本的にね、今も00番で設定されているようなので、こちらの方で開くんですけども、ね、これを、まあ、簡単に、ちょっとここだけ動かすと、こうね、開かないような仕組みになっております。はい。そしてね、反対回りになるんですけども、基本的に反対回りもツヤツヤピカピカでしょう。ね、本当に、質感よく、本当に保管状態の良い車両になっておりますので、もうコンディションの良い中古車探してましたよっていう方はですね、ぜひこちらの車両をご検討ください。よろしくお願いいたします。はい。ね、やっぱりね、まあやっぱり買うんであればなかなかいいやつ欲しいっていう方いらっしゃるじゃないですか。まあそういった方に向けてですね、もう本当にね絶賛販売中になっておりますのでね、もう程度のいいものを探してたっていう方はぜひこちらの車両ご検討くださいね。よろしくお願いいたします。はい、本当にね、あの程度に関してはですね、本当バッチリだと思っておりますんでね、いい程度のもの入荷してきましたので、いいものを探してたっていう方はねぜひご検討くださいね。よろしくお願いします。そしてその次にエンジン、かけていきたいなと思います。ですね、エンジンの使用性も良いですし、エンジンから気になるような色もなっております。気になるようなもう発光も見ておりませんのでね、エンジンの調子もバッチリなのでご安心いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、その次にまた上がっていきたいなと思います。ちょっとね、見ていただきやすいように、ちょっと車両を傾けさせていただいてるんですけども、私の身長が172センチになります。そんな私がなるとこんな感じね。はい、まあね、こんな感じになるんですけども、私が乗るとですね、まあ、両足ともに、結構バッチリべったりついております。でね、まあ本当にね、あの170センチぐらいあればですね、この車両本当乗りやすいだろうなとは思います。
それ以下ぐらいの身長になってくるとね、若干ね、まあつま先立ちになったりとかっていうことはあるかもしれないんですけども、ただね、そこまでね、車両もね、おば大きいんですけどね、ステップとかも全然遠くもないのでですね、結構乗りやすいんじゃないかなと僕個人的には思っております。はい、でまあ要はね、まあ、これより1個大きいバイクでレイダーとかの方が大きいですしね、車両重量もそちらの方があるんですけども、まあ、レイダーに比べると全然軽いし、コンパクトなのかなとも思います。でね、やっぱりその基本的にですね、やっぱりね、こうコンパクトでもないけども、ただね、まあ、そのレイダーに比べるとコンパクトっていうのがあるんですけども、結構ね、まあ、またがってその操縦する方に関してもその、ね、結構気軽なふわーっと、ね、普通に乗れるのかなと思いますね。そんなに重たくもないので、本当にね、全然ご安心していただけるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。はいね、やっぱりね、まあ、1300cc あるっていうこういった車両になりますんでね、結構もう走るんですよ ね結構こうゆったりもう走れますし、開けたら開けたで、まあ、本当にね、鋭い加速もしてくれるんで、ね、もう本当にね、そんなこうスポーティーなアメリカンも探してたと、スポーティーというよりかですね、まあ、本当に何ていうんですか ね本当に乗るとね、マジでね、おめっちゃいいやみたいな、本当にそういうこと感じること間違いないのかなと思いますんでね、もう検討されてる方はね、本当にね、この車両にしていただいても本当に間違いないのかなと思いますね。本当なんていうんですかね、やっぱりまあまあね、アメリカンなんでね、形から入ると思うんですよ。やっぱりね、それで言うたら、まあ、元々の車両、この車両がね、まあ自分の中で、ね、チョイスされてなかったらそこまでやと思うんですけども、この車両もいいやんっていう方はですね、もうぜひご検討いただければなと思います。本当に乗り心地が良いですよね。本当、まあ、ブレーキの効きもいいですしね、本当に曲がり心地とかもスピード感とかも本当ね、ごついもうバッチリだと思いますのでね、そんな車両を探しててんっていう方はぜひご検討くださいね。よろしくお願いします。ということでですね、今回は本当人気色のですね、ストライカーを入庫させてきましたのでですね、こちらの車両、販売車両になってますんで、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。ということで今回は XVS1300A をご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。